皆さんこんにちは、 B レジェンド上野です。 B レジェンド小林です。ラットプルダウン、ラットプルダウンを使って行う、まあ、背中のエクササイズを紹介していきたいと思います。鍛えられる部位は背中です。で、背中の中でも広背筋であったり大円筋であったり、いわゆるその背中の幅を作るようなところに刺激を入れやすいです。あとはまあやり方次第では、僧帽筋の下部の方、まあ、これは結構厚みとかに関係する筋肉なんですが、そういったところに刺激が入れやすい種目となります。それでは動作解説していきます。あらかじめこの足元のパッドだったりシートの高さを調整します。イメージで言うと、まあ、膝を立てた状態でかかとで踏ん張って、ももが固定されるくらいの高さで調整してあげるといいです。はい、ではバーを握ります。で、この握り幅については、まあ、人それぞれ狙う場所だったりによって変わってくるんですが、一番ベーシックなところで言うと、大体まあ肘が90度ぐらいになるように握ってあげるのがまあ一番シンプルだと思います。で、握ってもらいましたら、じゃあシートに腰をかけましょう。パッドに対して膝立ててもらって、かかとで地面を感じるようにします。腰を反らないように背中のあたりを緊張させます。で、これがスタートポジションで、そこからバーを、ご自身の胸元に引いて戻す動作です。動作自体はこのような形です。よくね、肩甲骨寄せてくださいって言うんですが、この動作自体肩甲骨寄りません。イメージで言うと、この肩甲骨を下にグッと下げるようにして、肩甲骨を腰の方に近づけるようなイメージで筋肉を収縮させるようにやっていただくと効果が高いです。で、そう、胸を張って肩甲骨を下ろす。で、バーを戻す時もその肩甲骨を下ろして作った収縮を感じながらコントロールして戻すと背中に効きます。動作のポイント、ちょっと解説していきます。まず首をすくめるような状態でバーを引くのは NG です。これだと広背筋だったりに刺激は入りにくくて、三角筋の後部とかには刺激は入るんですが、狙いたい広背筋には非常に入れにくいフォームになります。引くときに肩を落とすようにして動作を行ってください。こっちが正しいフォームです。続いてポイント2です。で、たまにこれ大きく反動を使って引いちゃう方もいます。で、反動を使うという俗に言うチーティングなんですが、テクニックとして全く罰ではないんですが、特に初心者の方は、先ほどのストリクトなフォームをまずしっかりと形成するのを第一に考えてください。で、この動作ができて最後これで果てた時に追い込みとして少しチーティングを使うという使い方はありです。ただこの時も、まあ、背中から刺激が抜けないようにだけは注意をしてください。最後です。で、これ特に初心者の方に多いんですが、こう引く時に背中丸めちゃう方、そうそうそう、こんな感じになると背中にはなかなか入りにくくて、結構腕ばっかりが疲れちゃいますので、胸を張る、動作で、この動作ができるくらいの最初軽い重さで構いませんので、それで続けていただければと思います。以上がラットプルダウンのマシンで行う背中のエクササイズでした。ありがとうございました。